ABC 女子共通400メートルリレー準決勝は最後の3組出場チーム並びに小田をご紹介いたします。第2レーン福岡、井上さん、末光さん、村岡さん、キムさん。第3レーン滋賀、ジブさん、足立さん、林さん、都築さん。第4レーン大阪、八代さん、村上さん、松方さん、酒井さん。第5レーン埼玉、桑原さん、佐藤さん、梅宮さん、山西さん。第6レーン兵庫、寺本さん、松永さん、中野さん、小西さん。第7レーン愛知、土井さん、永井さん、谷口さん、高須さん。第8レーン岡山、金高さん、藤田さん、西中川さん、川崎さん。第9レーン岐阜、内山さん、船口さん、足立さん、井戸さん。以上8チームの出場です。では最後の3組がスタート。2レーンは福岡、3レーン滋賀、4レーン大阪、5レーン埼玉、6レーン兵庫、7レーン愛知、8レーン岡山、9レーンは岐阜。先頭は6レーン兵庫、そして5レーンは埼玉、7レーン愛知、4レーン大阪。スクリーンにはリプレイです。結果、ただいまの1着は兵庫47秒41、2着埼玉47秒57、3着愛知47秒90。以下ご覧ください。女子走り高跳び、バーの高さは1メートル67に上がります。この高さに挑戦しますは A ピット試技順7番、福井中央の箕輪優芽さん。